西出広子は日本のマナー講師、マナーコンサルタント、微動家。英国の民間企業、ウィスリーミテッド、ウィズリーミテッド、日本支社代表を務めた後、ウィズ株式会社、ヒロコローズ株式会社、一般社団法人マナー教育推進協会を設立。南青山の西出広子マナーサロン、イングリッシュローズハウス及びプレミアムマナーサロン、 ヒロコローズハウス主催。全国のファストマナースクールなどふさして、ヒロコマナーグループ代表。大妻女子大学文学部国文学科卒。元アミューズ所属。2009年までは、本名の西出ヒロコ名義で活動していたが、2010年より、日本での活動は、西出ヒロコとの表記にされることが多い。2020年3月19日より、マナーズヒロコとして活動スタート。 大分県ウェップ市生まれ。大分市立中島小学校、大分市立沖田中学校、大分県立大分上野旧高等学校、大津女子大学文学部国文学科卒業。学生時代の21歳の頃にマナー講師としての道を志す。大学卒業後に国会議員やジャーナリストの秘書を務め、公的な場、ビジネスシーンでの礼儀、作法に触れた。 31歳の時、英国に語学留学し、日常生活の中にある英国のマナーを体験し、大きな影響を受け、帰国後、マナー講師として独立。2008年には、中国、上海に活動の場を広げ、現地での講演が高い評価を得た。2010年には NTT ドコモの接客マナー指導に入り、同年及び翌年の JDP 社。 顧客満足度ナンバーワンタイトル達成。数々の店舗や会社の新規オープンや再生に人を軸とした空間プロデュースを行う。NHK 大河ドラマや映画のマナー指導にも抜擢され、多くの女優や俳優、タレントたちへのマナー指導も行っている。2017年放送のそれだめ。マナーコーナーではカスマスへのマナー指導が面白いと話題となる。番組内では、 結婚式でのマナーやテーブルマナーほか、謝罪マナーや土下座の仕方も指導。2018年日本テレビドラマ、ミスデビルと ZIP のコラボ企画のミニドラマ内で、西で博子の考案した表情トレーニング法やハンバーガー和法などのマナーコミュニケーション法、また、美しいお辞儀の仕方などが使用され、マナー監修も行った。また、 更新育成にも力を注いでおり、西で広子のマナー講師養成講座を卒業した金森隆子を著者とした社会人1年目ビジネスマナーの教科書を企画及び監修し、ビジネスマナー本のベストセラーとなる。翌年には、姉妹本の社会人1年目人前で上がらずに話す教科書も企画、監修者としてヒットさせている。同様に、 徳島を拠点に活躍中の教え子の川道英二と、教著者とした、10歳までに身につけたい一生困らない、子供のマナーも、重版を重ねる一作となっている。祖父のいとこに、はじめ金の人間国宝の西で大蔵。京都の料亭、久後樹は、おばの実家である久保邸を使用。この建物は、もともと、日本画家、今尾系年宅であり、京都市の保全建物にも指定されている。 2017年、久御樹にて、和食マナーと和室での立ち居振る舞い講座も行った。2019年には、NTT 西日本 CM 撮影において、一郎選手らにもマナー指導も行った。また、オックスフォード大学大学院生たちに、現地の和食レストランにて、日本の和食マナー講座も行い、わかりやすく、楽しく日本の和のマナーを伝え高く評価された。 日本の文化と互いを思い合い、ハッピーな社会を創造する、真心マナーを世界に伝える活動も多数行っている。他、国内外で85冊以上、西で広子と記載されることもある。西で広子アミューズオフィシャルウェブサイト、web.archive.org2021 年6月24日、閲覧、西で広子に関するカテゴリー、ありがとうございます。